皆さんこんにちは、まめです。今回はこちら、バックマーケットと呼ばれるアップル製品を格安で購入することができると噂のショッピングサイトについて皆さんにご紹介したいと思います。バックマーケット、まだ知っている方は少ないんじゃないかなと思うのですが、知っている方はこのサイトをうまく利用してアップル製品を安く手に入れている人もいるみたいですね。中にはアップル製品がそんなに安く購入できるなんて何か裏があるに違いないと思われる方もいるようで、今回はこのバックマーケットとは一体何なのか、そして安全性はどうなのかというところについてしっかりと解説していきたいと思います。それでは早速いきましょう。まずはバックマーケット、アップル製品がどれくらい安く購入できるのかを見ていきたいと思います。例えば iPhone12、 iPhone12 の 64GB の SIM フリー版の値段を見てみると、なんと定価 92,800 円のところ、バックマーケットだと 62,250 円と、およそ 30% オフで購入することができるんですね。しかも30日間の返金保証付き、これはなかなか魅力的です。それから Apple Watch のシリーズ 5GPS モデル、バンドがない製品とはなりますが 23,900 円と、こちらもかなり安く購入することができます。 iPad も第2世代の 16GB スペースグレーであれば、定価 37,000 円のところ、なんと 8,800 円で購入することができちゃうんですね。といった感じで、今見ていただいた通り、Apple 製品を破格の価格で購入することができるというのが分かっていただけたでしょうか。値段だけを見るとちょっと魅力に感じてしまう人もいるかと思いますが、次にバックマーケットとは何かについてご紹介していきたいと思います。バックマーケットとは一言で言うと、リファービッシュ品を扱うマーケットプレイスのこと。あまり聞きなじみのない言葉が並んでいますので、一つ一つ解説していきます。まずはリファービッシュ品。リファービッシュ品とは日本語で言うと整備済み品のこと。整備済み品とは新品でもなくて中古品でもない製品のこと。どういうことかというと、何らかが原因で初期不良を起こしていた製品だったり、アップルが回収した製品をクリーニングしたり、パーツの交換、バッテリーの交換などなど、きちんとした整備プロセスを経て品質が保証された製品を整備済み製品と呼びます。アップルの公式サイトでも認定整備済み製品といって、新品価格よりもお求めやすい価格で購入できるのが魅力のこの認定整備済み製品。アップル公式サイトではアップルが認定する整備プロセスを経た製品のみ扱っているわけですが、今回ご紹介するバックマーケットはアップルではなく、バックマーケットが整備済み製品を扱っているというわけ。メルカリなどのフリマサイトで中古のスマホを購入したけれど起動できなかった、故障していたという経験がある方も少なくないかと思います。整備済み品はそのような心配がほとんどなくて、きちんとしたチェックをクリアした製品のみ購入することができるというわけですね。で、このバックマーケットはそういった製品たちを購入することができるので、新品価格よりも安く購入することができるというわけですが、バックマーケット自体が商品を持っていて販売しているというわけではなくて、ヤフーショッピングや楽天市場のように販売する場所だけを提供していて、その中にたくさんのお店がある、そういったイメージのサイトになります。どういうことかというと、例えばこの iPhone 商品ページを見てみると、この製品を整備したお店はセカンドストアというお店であることがわかります。整備したのがバックマーケットではないというわけですね。こんな感じでいろんなお店が出品している製品をバックマーケットでまとめて確認して購入することができるというわけですね。ここまででバックマーケットとは何なのか、そしてどうして安いのかというのがなんとなくわかったかと思います。メルカリなどのフリマサイトで購入していたという方は、バックマーケットも一つの手段として見てみるのもいいかと思います。とここまで聞くと、バックマーケットってめちゃくちゃいいじゃんと思う方も多いかと思いますが、もちろん注意点もいくつかあります。一つはもちろん新品ではないので、新品同様に綺麗な製品が届くわけではないということ。どういうことかというと、製品ページでこちらにある商品のコンディションの選択ページ、
こちらで商品のグレード、つまり傷やへこみがどれくらいあるかによってグレードが分けられていて、価格も変わってくるわけですね。当然グレードが低くなるにつれて価格も安くなるわけですが、このグレードだとどのくらいの傷があるのかというのが下に詳細が書かれているわけ。この詳細を見るとなんとなくこの商品の傷具合がわかるので、それでも十分という方もいるかと思いますが、何しろ文字で書かれた状況、実際に写真が貼っているわけではないので、思っていたよりも傷が多かったといったことがあるのは十分注意しておきましょう。多少の傷があってもそこまで気にならない、使えるなら問題がないという方であれば問題はないかと思います。それからもう一つの注意点は、新品ではないがゆえに箱が同梱されないこともあるということ。アップル製品のあの綺麗に梱包された箱が欲しいという方にはちょっと気になるところではありますが、製品によっては箱が付いてこなくて製品のみが何かしらの箱や袋に梱包されて届くというところも注意しておきましょう。以上、いかがだったでしょうか。バックマーケット、安いには安いなりの理由はあるわけですが、決して何か裏がある、怪しいというわけではなくて、整備済み品であること、商品に傷やへこみがあるというところが安く購入できる理由になっているわけですね。実際に購入してみないとわからないというところはありますが、現状画面にひびが割れていてすぐにでも iPhone が欲しいという方だったり、傷やへこみはそこまで気にしなくて動けばいいという方にとっては結構重宝するサイトなんじゃないかなと思います。またバックマーケットについて気になることがあれば、トップページの下の方にお問い合わせのボタンがありますので、こちらを押して問い合わせをすれば比較的早く返信してくれますので、もし何か気になる際は利用してみてください。またこの動画でご紹介したリファービッシュ品の内容やチェック項目についてはバックマーケットのサイトからも確認することができますので、こちらも気になる方はチェックしてみてください。先ほどのグレードについてもこのように一例ではありますが、 A グレード、B グレード、C グレード、それぞれのグレードの違いも確認することができるようですね。以上、今回は Apple 製品を安く購入することができるサイト、バックマーケットについて解説しました。それではまたお会いしましょう。